はい、こんにちは、ビッグボーイです。 FF15 戦友またやっていきます。祖先の顔にノクトが入って若干若返った。そうでもないか。じゃあまたクエストをね、引き続き進めていく前に、なんだっけな、イリスの様子を見に来ただとかでゴリラが突然やってきたから、そしてクエストもあるみたいだからやってみるか。あ、そういう感じ？グラディオと戦えるんか。手加減なしだぜ。ほうほうほう。さあ、行くぜ。おい、ちょっとそれはなくない？どうだ？ちょっとそれはなくない？剣投げてくんな。結構強い感じか？あぶね。攻撃モーション本編と同じだ。その剣投げてくんな。こんなところで負けるわけねえよな、グラディオが。お、結構かわす。おお、ダメ。一撃が結構重いからね、かわしやすい気はするんだけど。危ない、全然かわしてない。でよ、回復魔法。あ、おっと、あ、全然気にしてなかったけど、グラディオノクトみたいにワープはできないけど、剣は投げてで元の場所に戻ってくるから投げてくるってことか。じゃねえか。あ、ごめん、ものの数分で倒しちゃったけど、グラディオ。じゃあ緊急クエストやってくか。なんかあのアラネアと一緒にいたビクスとウェッジに、すごい話題になってるよ。ビクスとウェッジのクエストがどっかにあったかも。あ、まだか。またいつもどうも。あ、これだね。あ、電気足りてる。送電成功。ビクス&ウェッジ。ほんで、あ、避難民たちね。仲間にもよろしく。その避難民なんだけど、あ、ノクト増えてる。避難民のうちの誰かをリーダーに選んで、それで報酬が入ってくるみたいなシステムがあるんだけど、この街ではもうリーダーを選択したんだけど、ってことはオールドレスタ方面もリーダーを選択してやんないといけないのか。オートではモルボル。ちょっとオールドレスタ行ってこよう。他行けるとこないもんな。あ、そうそう、オールドレスタ以外にもメルダシオ教会に行けるようにはなってる。何もなかったけど。お、報酬が来てる。報酬と呼んでいい代物だろうか。これがいわゆる避難民たちから選択した、まあリーダーとかその人たちが集めてくれた。レスタルムは光、死骸の排除、王の剣として粗品。ちょっと前にガーディナ沖で大きな船が漂ってるのをハンターさんが見つけたらしいんです。ディーノさんが言うには、船の形からして王家の船かもしれないって。あの船はノクティ様も使ったものなんです。中を調べれば
何かわかるかもしれません。でも今は水の中にも死骸が出るし、船に行く方法をみんなで考えてるって言ってました。ほうほうほう、ほんじゃ緊急。君の写真すごい話題になってるよ。ここにまで声かけないでくれよ。この辺ね、全然推奨レベル満たしてないんだけど、普通に行けた。あ、でもこれは厳しそう。これやってないんだよな、きっと。あれ、どうだっけな。とりあえずやっちゃおう。そちらですね。おい、来た。なんかやったことある気がしてきた、これ。あー、こいつ戦ったことあるわ。すっげえ苦戦した記憶あるわ。緊急は一度クリアしてもずっと表示されてるのか。でグランガチとかもいるけど、先にあいつを倒しちゃいたい。グランガチが硬いんだよね。あと少し勝って。でも前よりはそんなに苦戦してないな。でも勝って。ゲイ。お、あ、倒したけど結局全部倒さんとダメか。グランガッチ、この辺のモンスターが火属性のやられ状態になることはあるのか。あ、違う、これ防御低下だ。よし、あとあっち、そのボウガンみたいの全然強そうに見えない。よし、オッケー。おお、レスタルム前より明るくなってる。今度プロンプト来たんだけど、こんな感じで来たんだよな、グラディオも。イグニス？え？じゃあイグニスも一人で行動してんの？そのうちイグニスも来るっしょ。じゃあ写真すごい話題になってるよ。いっつも同じことしか言わないけど、なんか見てみるか。どれどれ、この2枚は何？真っ暗やが。すげえな、この AI2 人タトゥー満載だな。うん、よくわからん写真ばっかりっていうか、せっかくノクトとか使ってたのに全く写ってないし。でプロンプトも多分この辺にいない。いた。でもグラディオと戦っても特に何かが得られたわけじゃないけど、手加減なしで勝ったらまたどっかに消えちゃうってパターンじゃない。行くぞ。あ、でもそうだ、プロンプト銃使うんだ。ずり。え、何それ何それ、ずるくない？写真撮ってんじゃねえ。ここいた。結構危険なやつかもしれん。この武器ダメだ。こっちもこれで止めてやる。あ、混乱してるし。
ちょ混乱が解けねえ。ああでも体力少ないな。プロンプト当たっちゃった。これまた写真撮られる。閃光弾みたいの撃ってんの何の意味が。はい倒した。あ武器手に入ってた。今のプロンプトとの戦闘で手に入ったのがこれ。多分グラディオとの戦闘で手に入ってたのがこれ。調整なら終わってるぜ。適当に強化してみっか。いやーな。さてじゃあこの剣をこれにして、よし。私も負けていられませんね。じゃあちゃんとやってない緊急を減らしていこう。クアール強いんだよな。クアール倒しに行くか。わかりました。おお、ケニーが来たよ。こんにちは、ケニークローだよ。まあ、ケニーが来る要因は AI 仲間ばっかり。普通のプレイヤーとね全くマッチングしないんだよな。これやってる人いないんじゃ。おい来た。おお BGM が全然違う。トードがいる。ケニーのがパラメータ高いし。え、ケニーめっちゃイケボやん。あとちょっとこいつ強い。あ、行って。こっち。あ、こんな BGM 本編になかった。多分。トード、カエルなのになんて硬そうな外角してんの。オッケー。バックアタックで効率よくダメージ与えの。とっとっとっと。え、こんなの拾える。あ、クアール来た。ほんと嫌いだわクアール。カエル食材ゲット。あ、でも一匹だけ。クアール攻撃してくる時のスピードがすんげえ速いんだよね。全然ノックバックもしないし。回復して頑張れケニー。ケニー頑張れ。早い。ケニー、この武器でフリーズしてくんないかな。よし。あ、でも本当に一瞬だな。よし、よいよいよい。わあ、もう一体いた。この武器のね、停止時間がもうちょっと長くなれば強いんだけどな。ちょっと待って。ワンパンだった。復活。いやーちょっと待って、一撃で900ダメージはやばい。推奨レベルを満たすべきだったかも。
よしウィーク。BGM 結構不穏だし。で、一匹は倒そう。ヌオーじゃない。回復して、こっちを倒す。よし、倒した。あかん、あかん、あかん。素晴らしい、来い。危ねえ。よし、叩け叩け。よしよし、真っ黒じゃん。真っ黒だけど加わる。攻撃の瞬間シフト攻撃でかわすってのもありだな。下押した。よし、これでどっかのラインが開かれるはず。あ、さっきカエルの、あれカエル、あ、そっか、カエルの食材使っちゃったんだ。ちょっとこれ拾っとこう。では食べましょう。何がカツになったのか、うん、街に活気が戻ってきたか。イグニス来た。杖ついてるけど、よく活気戻ってきたって分かったな。もう目見えてるしょ、実は。じゃあイグニスとの戦闘は次回やっていこう。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。